なんでもこの先の峠には恐ろしい妖怪が住んでいて、旅人は妖気に当てられて激しい刺激に嘔吐、発熱に襲われるんですって。皆さんこのキャラのお客さんばかりなので私たちも人ごとに思えなくって、だからここでしっかり営業を補給して無事に峠を乗り越えてくださいね。でも向こう側から越えてくる人たちはなぜか見ない平気なんです。不思議ですね。不思議ですね。不思議ですね。辛いで